長谷寺の表参道ハツは奈良県桜井市の地名。古くはハツと呼ばれ、ハツとも表記した。ハツ山には西国三十三所、第八番の長谷寺がある。ハツの名は、万葉集巻七から千九十五に見ることができる。見ろつく山林さん見れば、小森区のハツのヒバルをもほゆるかも、万葉集巻七から千九十五、この場所は、大和川が東から、 山と盆地に流れ下る川口にあたり、船舶による運搬が主だった上古の時代の船着き輪でもあった。これより上流は三輪山の南陸を東西に流れる陰遁とした長い谷となっており、万葉の歌はこの様子を読んだものである。初世は東国との交通の要衝でもあり、古代の皇室が支配していたとされる土地である。皇術の天皇の宮のほか、 巨名入部である長谷部は、後の飛鳥時代の皇族の意味なに見られる。初世は、古今和歌集と百人一首に選ばれた、きつらゆきの有名な、人は、いさ心も知らず古里は花ぞ、昔の孔に二を引けるの言葉書きに登場する。初世にも出ずるごとに宿りける人の家に、久しく宿らで、ほどを経て、後に至れりければ、かの家の主、各砂かに飲む宿りはある。 と言い出してはべりければ、そこに立てりける梅の花を降りて読める貫雪が京都から奈良まで何度も長谷寺を参拝していたことが伺われる辞席である。長谷寺境内にはこの下避と貫雪梅がある。第21代有略天皇が当地に初瀬朝倉宮を置いたとされるが、その所在地は考古学的には確定していない。宮の場所については古くから二つの説があり、 帝王変年期などは岩、坂谷、山都市などは天の森とするが、立地条件などから、どちらの場所も宮の所在地としては疑問視されている。黒崎の白山神社境内にも、初瀬朝倉宮伝承地の石踏みがある。また、桜井市、脇本の脇本遺跡も初瀬朝倉宮後の有力な、候補地とされ、1984年には五世紀。 後半のものと推定される掘立柱穴が発見されている。第25代部列天皇は初瀬から少し下った出雲に初瀬列上宮を置いたとある。この地の十二柱神社に部列天皇初瀬列上宮跡の石碑が残る。ありがとうございます。